どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが3月27日の月曜日なんですけれども、今回の動画は先日二軍合流となっていた高山選手、井上選手、この2人がそのまま開幕二軍スタートになるという件について、まあ、岡田監督は高山選手に対してはあかんと一言、そして井上選手に関してはなぜ二軍で爆発しているのにも関かかわらずスタートが二軍になるのか、それは岡田監督なりの考えもあったということで、今回 今回はこの点についいてて深掘りしていきまますよかったら是非とも最後までご覧いいただけると嬉しでですでは、早速お話をしていきますが、今回の動画は、高山選手、井上選手の開幕2軍スタートについて、まあ、タイガースは昨日、オープン戦全日程を終了し、合計17試合戦って、8勝9敗、勝率4割並ぶ1厘でフィニッシュ。で、そのざっくりとした数字を振り返っていくと、まずは投手陣。まあ、このピッチャーに関してはね、また別途動画ができればなというふうに思っていますが、防御率は3.18という形になりました。で、岡田監督は、開幕に向け ピッチャーにちょっと不安を持ってるんですねまあ、特に先発投手、まあ、開幕カードを任されるであろうピッチャーたちが少し思うような結果を出すことができなかったまあ、そこに対して岡田監督は色々と言及していましたがその中で見ていきたいのは打線ですねまあ、打線に関しては17試合戦って合計72得点この得点数というのは12球団1位なんですで岡田監督はオープン戦を振り返って繋がってるというか繋がらんでも点取ってるってことやこんなホームラン出るチームじゃないやんか数字見たらわかるやんオープン戦の他の球団の数字見てもそういうい ちゃんと数字が表しているわけやからとこのようにコメント、まあ、岡田監督のコメント内にホームラン数という言葉もありましたがタイガースは13本のホームランが出ましたでこの数字というのはオープン戦全体を振り返ってみても12球団3位なんですねで注目すべきは得失点差です、まあ、というのもタイガースは合計72得点で失点が57、まあ、なのでプラス15でしたで1位フィニッシュだったバフォローズの得失点差は9だったということでシーズン入ってからの課題とすればいかにそれぞれの試合でバランスよく点を取ることができるかこれが重要になるんじゃない。 ないかなとオープン戦を戦い抜きレギュラーメンバーというのも固まってきました。まあ、ショートは小多選手で行く、そしてライトは森下選手で行くなと、まあ、形が固まってくる中、その一方ねキャンプからアピールを続けてきた選手が残念ながら開幕一軍を逃すそういう情報というのも出てきたんです。でここからはそれぞれの内容について触れていきますが、まず見ていきたいのは高山選手です。まあ、高山選手といえば皆さんご存知の通り岡田監督が就任していこう、なんとか復活してほしいと、まあ、とにかく目をかけてきた選手。ただそういった中で春季キャンプの中盤ですね。 なかなか実戦で結果を出すことができない高山選手に対して、秋のキャンプは絶好調やったけど、2月に入って全然あかんみたいなことを打撃コーチに言うてる。見てても飛べへんやんか。力入れてる割にボールが飛ばん。ずっとこの何年かそんな感じやったんやろな。2軍でも結果出てなかったわけやろ。もったいないやんか。こんな姿になるのはと、このようにコメント。まあ、ですので岡田監督からすれば、たとえ実戦で結果が出ていなくても、そして苦しんでいても、なんとか結果を出してほしい、こういう思いを持ち続けてきた。まあ、ですが高山選手の対外試合通算の数字を見ていくと、合計22打席で、 打率率がが割割分分そしてうーん、まあこれだとなかなか思い切って起用できなくなってきますよね。もちろん、外野争いというのはね、非常に秋の段階から激しかったですし、その中で高山選手も何とか見出していきたい。まあ、岡田監督もそういう思いは持っていましたが、まあ、21打数3安打、そして長打はわずか1本となってくると、なかなか岡田監督としても厳しくなってくる。で、高山選手のアピールポイントといえばバッティングです。も、ま、う、あ、同じ外野を争う板山選手だとね、このバッティングに加えて、内外野守ることができたり、島田選手の場合 引き抜けた脚力があったりとそれぞれアピールポイントがあるでそういった中で高山選手はバッティングで結果を出すしかなかったんで、まあ、その中でこういう数字になってしまうとどんどん立場的にも苦しくなってしまいますよねそして高山選手はオープン戦の終盤あたりで二軍合流という形になったわけなんですがそのままウエスタンの試合に出場ただこの二軍でも思うように数字を残すことができないというのもここまで合計6試合出場して23打数2安打打率が0割8分7人ホームラン0打点が0失礼率が1割6分 OPS が247 浮き苦しんでる状況ですで岡田監督はそんな高山選手に対して高山はあかんとまあ、状態良くないやんかとこのように一言 ま、高山選手は岡田監督の就任が決まった際、本当に岡田さんになってなかったら、今年やってないかもしれないんで、やっぱり人一倍強い気持ちはあるし、そういうのをキャンプでぶつけていきたい。そういうチャンスをいただいた、本当に結果で返していきたいですと、このように語っていました。まあ、ですのでシーズンスタートはね、開幕二軍という形になりそうですが、まだまだ1年間、長い戦いは続きます。現在二軍では前川選手、そしてルーキーならいつぼ選手など、若い外野手もどんどん出てきていますからね。まあ、その波に飲まれないように、高山選手も必死に結果を出すしかありません。これはプロの世界、 の流れになってきます。ですので、高山選手が今シーズン。まずは2軍スタートになりそうですが、ここから一体どういう這い上がりを見せてくれるのか、タイガースファンとして注目したいポイントです。そして、もう一人見ていきたいのが井上選手まあ。井上選手は今シーズンプロ4年目を迎えるわけですが、まあ、岡田監督が就任してすぐ大きな課題として語っていたのが高卒選手の育成です。まあ、特に野手ですよね。まあ、タイガースは高卒レギュラーをなかなか排出できていないとまあ、だからこそ、前川選手や井上選手を秋のキャンプから見出そうとしていた、まあ、ですが、そういった中で。前川。選手が スタートで怪我岡田監督も当時前川選手に対し厳しいコメントを出していましたがそういった中でキャンプから食らいついてきたのが井上選手なんですねというのも井上選手は2月の対外試合ここで爆発的なアピールを見せますというのも2月合算で見ていくと合計16打席で打率4割1分7人出塁率が5割その中でホームラン3本で打点が9いやもうものすごい爆発でしたよねランナー置いた状態でドカンと一発が出るこれが井上選手の魅力でしたよで特に井上選手はホームランを重ねるたびにどんどんな 内容が良くなっていった。一番最初はね。浮いた甘い変化球これを捉えていたんですが、まあ、岡田監督はできればストレートを捉えてほしいなと一つ注文で、その後のホームランがしっかりストレートをバチンと捉えてね。岡田監督の注文に一つ一つ応えていったということで、それ評価は上がっていきます。ただ、3月に入っての対外試合、ここでちょっと状態を落として合計18打席で打率が1割2分5厘、出塁率が2割2も2厘。まあ、その中で1本ホームランは出ていたんですが、ここまで対外試合通算で34。打席打率が2割5分出塁率が3割5分3。 といいう数字になっていま,すまあ、特にオープン戦が始まったタイミングぐらいから徐々に荒さが目立ってしまったかなという印象ですね。というのもオープン戦は合計8試合で15打数3安打、打率が2割、ホームラン2本出ていますが、三振が6つ。まあもちろん、井上選手のタイプを考えると、決して三振することは悪ではありません。ただ、キャンプ中継、福留さんが解説をされていた際に、井上はどうしてもそれぞれの試合でムラが大きくなってしまう。そのピッチャーに合わないということであれば、もう今日1日ダメだと、まあ、簡単に三振してしまうっていうね。福留さんは井上選手に対して、 このようににに語っってていましたが実際オーープン戦戦入って例えば3月10日ののファイターズ戦徐々にねこの辺りから井上選手の状態落ちてきていたんですが、この試合は4打数ノーヒットで3三振、でその後もなかなか結果を出すことができず、まあ、高山選手と同じようなタイミングで井上選手も2軍合流になったと。ただそんな井上選手、なんとか開幕1軍の座をつかもうと、2軍合流になった悔しさをバネに2軍で結果を出し続けているんです。というのもここまで2軍で合計6試合、27打数9安打、打率が3割3分3厘で、ホームラン3本、打点が5 まあその中で三振は8つあるんですが OPS は1ちょうどということでさすがの爆発力を見せています、まあ、というのも井上選手ウエスタンリーグ開幕戦は5打数ノーヒットだったんですよねですがそこからなんとか切り替えて翌日は2打席連続ホームランを放ったただですねこのように2軍で爆発的なアピールを見せている井上選手開幕2軍スタートが決定的となった、まあ、ただ井上選手のこの2軍スタートは決して後ろ向きなねことではなく岡田監督は前向きに捉えていますでそのことに対して岡田監督は井上なんかは1年間戦力になるよこの のメンバーで1年行かれへんわけやから、誰か調子が悪なったり、怪我もあるかもわからんしな。その時にはすぐに行ける力はついてるから、また2軍で1年間やれって言うてるんちゃうんやからな。2軍でもちゃんと結果を出しとかんと呼べないってことやろと。このようにコメントまあですので、おそらく今井上選手の状態がいいということは2。軍首脳陣から伝わってるでしょう。まあもちろん井上選手の気持ちを考えるとたとえスタメンでなくてもね。まあ、代打から途中からでも1軍に食い込みたい。この思いというのはあるでしょう。ただ、井上選手のタイプ、そしてこれからを考えていくと経験値も必要になってくる。 1, 1。打キよりも2軍でしっかり出す。奇数を積んでレベルアップして1軍に何かあった時頭から行けるように。まあ、そのように岡田監督は考えてるんじゃないかな。と。まあ、だからこそ、今シーズン右の代打として原口選手左の代打として井原選手。まあ、この2人はタイガースの中でも経験値というのはトップクラスですから、ここぞという1。打キで結果を出さなければいけない。本当に難しい。役割というのを、この2人に任せる流れにしたんじゃないかなと。やはり開幕2軍スタートという言葉だけ見ると、どうしてもネガティブになってしまいがちですが、井上選手の場合はそうではありません。まあ、しっかり2軍でも。 が出ているということそして1軍の状況いい考えていってっね岡田監督は軍軍スタートを決断ししたとととうこここででで、まあ、今後井上選手がが爆発し続けることができるきかこの点も引き続き注目していきたいところです。ということで最後になりますが、今後井上選手が今シーズン1軍でスタメンをつかもうということになれば、まず越えていきたい壁はノイジー選手です。まあ、井上選手がちょうどね、2軍ゴールになったタイミングも、ライトの森下選手がずっとアピールしていた、そしてノイジー選手が実戦に復帰した、この流れというのも大きかった。で、そのノイジー選手のオープン戦を振り返っていくと、 合計11試合で34。打数9アンダ。安打打率が2割6分5厘ホームランこそ出ませんでしたが、2。塁打4本というのはタイガースの中で2位の数字三振は8つありますが、失塁率が3割2分4厘 ops が707という数字でフィニッシュしました。まあ、ただ、実際のところノイジー選手のオープン戦の成績をどのように見るかは人によって変わってくると思うんですよ。まあ、なかなかね。実戦というのも思うように消化できていませんでしたし、試合に出始めたのは3月の11日からですので、感覚を戻しながらの打席というのを考えると十分いい内容だったんじゃないか。このように。 られる方もいらっしゃると思いますし、いやいやオープン戦とはいえもっと爆発して欲しかったよとちょっと物足りないなーっていうね、まあ、このように捉える方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ですがノイジー選手の全体感を振り返っていくと個人的に見逃せないポイントがあって、まあ、というのもノイジー選手一番最初の3月11日はね2打席連続でセカンドフライということで出塁することができませんでしたが、ですがその翌日3月の12日の試合から昨日3月26日のバハローズ戦までノイジー選手は10試合連続出塁を記録。まああとはシーズン戦っていく中でどれだけ長打が出るか。 これも注目したいポイント。やはり今シーズンの打線の軸として、ノイジー選手を獲得しましたからね。まあ、1軍でしっかり結果を出してほしいところ。ま、ですので、井上選手からすれば、まずこのノイジー選手を超えていくことができるか。まあ、それが今シーズン、井上選手がスタメンを勝ち取る一つの道になるんじゃないかなということで、ま、これから開幕に向けての最終調整に入っていきます。そして、ウエスタンでの戦いも続いていくんで、これからどういうアピールがあるか注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、開幕2軍スタートが明らかになった高山選手、井上選手の現状について、 そして今後スタメンを奪っていくにはどのようなことが必要になりそうなのかこの点についてご紹介されていただきました、まあ、現状高山選手と井上選手の開幕2軍スタートはそれぞれ意味合いが違うのかなと、まあ、とにかく高山選手の場合は結果を出すしかありません岡田監督としても状態良くないあかんっていうね、まあ、このような一言に留まってるんで結果を出すしかありませんそして井上選手は引き続き2軍で爆発的なアピールをしながら1軍のチャンスを伺うという形になります、まあ、外野争い1年間戦っていく中でまだまだ続くんじゃないかなということでこの点も注目していきましょう 皆さんは高山選手、井上選手の開幕2軍スタートについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報を聞く、チャンネル登録者4万300人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4万1000人ということで、 今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。高山選手、井上選手が今シーズンどのように巻き返してくれるか、この点も注目ポイント、今後の戦いも引き続き注視していきましょう。ではまた